統一地方選挙は昨日投票が行われ、都内19の区市町村の舵取り役が決まりました。まずは注目が集まった選挙の結果からお伝えします。渋谷区長選挙は無所属の新人、長谷部健さんが自民党や民主党の推薦の候補を破り、初当選を果たしました。長谷部さんは渋谷区議を3期務め、現職の後継として出馬。同性カップルを結婚に相当する関係として認める同性パートナーシップ条例を発案し、推進を訴えてきました。一夜明けた今日、初登庁した長谷部さん。区長の椅子に座り、改めて区政への意気込みを語りました。本当にね、今日からまた新しいスタートだなと思ってきました。いっぺんにいろいろできないと思うんですけど、着実にいろんなことをやっていきたいと思ってるし、もっと知らなかったことが出てくると思うし、いろいろこうやっぱ桑原さんの話聞きながら。職員の皆さんの話聞きながら、やっていければと思います。5人が立候補した中央区長選挙。現職の矢田義秀さんが区の人口を倍増させたことなど7期の実績をアピールする一方で、多選の弊害の除去に努めてきたと批判を交わし、発選を決めました。江東区長選挙は現職の山崎孝明さんが新人2人を大きく突き放す12万3643票を獲得し、参戦を果たしました。山崎さんは2020年のオリンピックに向け、大会後を見据えたまちづくりの推進を掲げたほか、待機児童対策としてバスで送迎するサテライト保育を全国で初めてスタートさせる政策など2期8年の実績を訴えました。世田谷区長選挙では現職の保坂展人さんが1期目の4年間で子育てや教育関連予算を10年前の倍に増やしてきた実績などを強調し、2回目の当選を果たしました。一方、おととし10月に発生した土砂災害からの復興が争点となった大島町長選挙。無所属の新人で自民党と公明党が推薦する三辻敏弘さんが現職の川島正文さんを破り、初当選を決めました。三辻さんは町役場の職員を37年間務めた経験と人脈を生かし、復興を加速させると訴えました。その他の開票結果をお伝えします。まずは区長選挙の結果です。新人3人の争いとなった墨田区長選挙は、子育て環境の整備などを訴えた元区議の山本徹さんが初当選。大田区長選挙は現職の松原忠義さんが3回目の当選を果たしました。北区長選挙は無所属で現職の花川与惣太さんが4回目の当選を果たしました。板橋区長選挙は自民公明が推薦した現職の坂本武さんが3回目の当選です。続いて市長選挙と村長選挙の結果です。三鷹市長選挙は引退を撤回して立候補した現職の清原恵子さんが4回目の当選を果たしました。東村山市、国立市、それに東大和市長選でも現職が当選しました。清瀬市と稲城市長選挙は現職が再選を果たしました。12年ぶりの選挙戦となった檜原村長選挙は現職の坂本義次さんが4回目の当選です。